崩壊が始まった悪夢の数値。こんにちは。米国経済解説経験、YouTube 最大のレバナンス専門チャンネルのレバナンス一本リーマンです。昨日発表されたニューヨーク連銀景況感指数はマイナス43.7となり、コロナショック以来の崩壊で2008年のリーマンショックを上回る崩壊を経験しました。昨日の X でもポストしましたが、ここ最近ダラダラ下がっていたところに、一気にズドンと下落してしまいました。製造業が悪化してくるとドミノの最初のピースが倒れたも当然です。この記事では 自動車ローンの支払い滞納が記録的なペースという記事が本日発行されましたこの支払い滞納がどの程度危険なのかというと具体的には1994年以来の高水準でしかも今でも上昇ペースにあるというのです自動車ローンだけではありません本日発行されたこの記事では米国の消費者は歴史的な借金を積み上げており支払い滞納率は気味が悪いほど上昇し続けていると謳われていますこの記事の中ではリボ払いが急速に増えており12月は 米国市場3番目に高い上昇率となったと記載されていますプロローグの最後は膨大な借金を抱えた消費者はそれでも壊滅的な支出を続けているという記事も発行されましたアメリカ人の4人に1人がすでに絶望的なレベルの借金を抱えているにもかかわらず自暴自棄で壊滅的な支出をしているというのです問題はこの状況が持続可能なものなのかそしてこの状況でも経済は本当に堅調なのかということです本日の物語は バンコバアメリカの世論調査で米国株の楽観論は2021年以来最高レベルにという記事が本日発行されました副題には投資家は2021年12月以来最も米国株にオーバーウェイトしていると書かれていますこの2021年12月という数字で思い出していただきたいのはこの時もかなりの楽観論が広まっていましたがこの時株価は史上最高値をつけた後一気に暴落をしましたナスダック100では40% S&P500 では27% 7%も暴落しましままたがまさにこの時年始に一括買いだと叫んででいいいたたレバナス系もいたくらいですこの時と同じように多くの人が株価はここから大暴騰するに違いないソフトランディングできたんだと信じていますがそのうちすぐにわかることになりますそれらの考えは全く間違っていたことにマイケル・ハーネット率いるバンコブ・アメリカのチームはメモでこう述べた利下げに関しては記録的な楽観論が広まっており調査回答者の79%は世 世界経済が2024年ににソフトラランンンンデディィググかノーランディングになるると予想しているアナリストらによると大半の回答者は株式が FRB の利下げをする最善の方法だと考えているこのように投資家たちはいつでも単純なんです FRB が利上げをして逆イールドを発生させてその後利下げをするタイミングになると毎回投資家は強気になるんですなぜなら確かに利下げの最初のフェーズは株価は上昇するからですこのチャートをご覧くださいこれは青が政策金利で左軸赤はナスダック100を右軸で 対数にて表していますこれを見ると、毎回利下げのタイミングもしくは利下げしそうな雰囲気が出てくると、赤の株価は最後の急上昇を見せるんです。2008年のリーマンショックも2020年のコロナショック前も、利下げし始めは急上昇しました。しかしながらその後どうなったのかは言うまでもありません。株価が上昇したということは、大きく買いに行った投資家たちがいるということですが、彼ら買いに行った投資家たちはその後の暴落で一気に焼き尽くされたんです。快楽から絶望へ。今は まあ、まさにその快楽のタイミングなんです決算シーズンも株式市場にとって注目すべき時だ今後12ヶ月で利益が悪化すると考えている投資家はわずか21%で前月の26%から低下し2022年2月以来の低水準となったこのように80%近くの投資家は企業がこのままのペースで利益を増やし続けられると考えていることがわかりますこのチャンネルを見ていただいている視聴者の方はご存知だと思いますがここまでの企業利益はコロナショック時の量的緩和や 財政ばらまきによって市場に大量のマネーがあったからです。しかしながらそのマネーはもうすべて使い切ったんです。その証拠に昨日やおとといの動画にて大手企業などはもう市場に需要がないことを予期してどんどんとリストラを実行しているんです。このチャートをご覧ください。これは青が米国の企業利益の推移で赤は失業保険継続自給者数つまり今の失業者数を右軸で対数にて表しています。 基本的に米国の企業利益というのは右肩上がりになるはずですがこのチャートを見ると青の企業利益が減少するタイミングもあります。それは失業者数が増加するタイミングなんです。今の失業者数を見てみると少しずつですがもうすでに上昇トレンドに入りつつあることがわかります。基本的に赤線の失業者数が増加するとこれまで消費していた人たちもしくは借金できた人たちは一気に市場から撤退することになります。そうなると言うまでもなく企業利益は一気に減少していくんです。 そしてそうなるとグレーの領域が示すリセッションに入ることがわかります今は投資家たちが一気に強気になっていますがこのチャンネルをご視聴の皆様だけに考えていただきたいことは暴落があるかどうか以前にこの失業者数が増加するタイミングで果たして株式に強気になるべきかどうかということです多くの人たちは依然としてマネーマーケットファンドに多額の資金を積み込んでおり1月の現金水準は4.8%となっている投資家は昨年マネーマーケットファンドに記録的な額の 1>, 1兆2000億ドルを継ぎ込み世界の株式に投じられた金額をはるかに上回った現在最も人気のある取引はアップル社を含む米国株のマグニフィセントセブンのロングで中国株のショート日本株のロングとなっているこの最後の日本株のロングと書かれているのは面白いのですが最もご理解いただきたいのは日本株よりもさらに買われているのがこのマグニフィセントセブンでここに多くのマネーが現在集中砲化しているということです逆に言うとここが崩れたら米国株インデックスや世界株インデックス X も一気に崩壊すすることを示していますかなりアンバランスな市場となっていますが、それほど不安定で敏感な状態なんです。問題はこのまま経済は安定した状態でいられるのかということですが、米国経済はもうすでに雲行きが怪しくなってきました。次の物語は、米国の消費者債務はホリデーシーズンに向けてまたしても増加、市場最高値に到達という記事に移っていきます。 投資家はは強気でいますが、消費者は逆にどんどんどどと追いい込ままれて、て借金を積み増していることがわかります。どちらかが間違っていることになりますが問題はこのまま消費者が追い詰められて借金の支払いさえもできなくなって消費をやめてしまったら果たして投資家たちが投資している先の企業は売上を維持することができるのかということですそれとももう限界を超えて危険水域に達しているのでしょうか FRB の最新の消費者クレジット報告書によると消費者借り入れは11月 月に237 5000万ドル急増し90億ドル増加というエコノミスト予想の2倍以上となり信用残高が史上初めて5兆ドルを超えた実際にここで書かれているように消費者が限界を超えて借金をしているんであれば経済は一気に崩壊することになります重要な年末商戦の月間増加は主にクレジットカードのリボ払いクレジットの金利上昇によるもので195億ドル近く急増したこれは1943年に遡る記録 の中で3番目に高い月間増加だすでに多額の負債を抱えていることに加えてクレジットカードの利用とバイナーオペイレーターの利用が年末年始に急増してしまった現在延滞率は2012年以来最高レベルに達しているだんだん真相に近づいてきました消費者はもうすでに限界を突破しているんですですのですでに売上が落ちてきている企業は今後利益を最大化するためにはどうするのか支出を削減するしかないんですこの支出で最も手 取り早いのが人員削減ですですので企業が利益を保とうとすればリストラを実施しないといけませんがこれが表面化することになればさらに市場の需要が減少して売り上げが落ちるというスパイラルに入るんです銀行やカード発行会社は借金をすることの正当性をうたっているが今の状況はその正当性が誤りであることを裏付けているコロナショック中は刺激策と人々の支出が減ったため延滞率が必然的に低かっただから今のの延滞率が2019年の水準 に戻ることは間違いなかったがしかし問題はもうすでに超えてしまっているこのチャートをご覧くださいこれは青が先ほどの企業利益を左軸で赤は支払い滞納率を右軸で表しています先ほども申し上げた通り企業利益は右肩上がりであるのが通常ですしかしながら企業利益が減少したりもしくは増えない期間が続くと経営者は賃金上昇をやめたりもしくはリストラを実行しますそうなるとデッドベースマルタリーシステムの中で暮らしている消費者たちはすでに大量の借金を を抱えてていいいるのでそののでそ借金の支払いを滞納してしまいますこのチャートで青の企業利益が横ばいもしくは減少に転じると赤の支払い滞納が起きるのはそのためですそしてそうなればグレーの領域であるリセッションになりさらに企業利益が減少するという繰り返しでこのスパイラルが加速していくんですソフトランディングするには企業利益も減少しないし消費者も適度に借金をするくらいで支払い滞納なんて起きてはいけないんですしかしながら今はそうなっていませんそして何よりも恐れていたこと 次の物語はニューヨーク製造業指数2020年5月以来の最低水準に下落という本日発行された記事に移っていきますプロローグでも書いたようにここは昨日速報として X でもポストしました X では YouTube よりも早く速報が出せるし日々思っていることなどをそのまま出しているのでもしよかったらフォローしていただければ嬉しいですその X でもポストしましたがニューヨーク連銀の景況感指数は1月に29.2ポイント低下し マイナス43.7となった0を下回る数値は景気の縮小を示しておりこの数値はエコノミストの最低予想を大幅に下回った当たり前です誰がこんなマイナス43.7なんて数値を予想できるんでしょうか ISM などは50を基準にて45とかの数字を出して危険水域と言っていましたがこのニューヨーク連銀発行のデータは0が基準でその基準の0からマイナス43.7なんてのはリーマンショックでも見たことがありません何 何を言っているのかというと何かがおかしくなっているんですここまで需要が落ちているということは新規受注も減少するしビジネスアクティビティも落ちていくのでここから始まるのは巨大なリストラの大津波なんです誰しもが予想していなかった悪化が急に来たので消費者の支出が一気に下落することが予想されこれによって企業利益も大幅に減少することになるんですこのチャットをご覧くださいこれは青が企業利益で赤が今回発表されたニューヨーク連銀の景況感指数です基本的にこの景気予感指数 このニューヨーク連銀の2000年の IT バブル崩壊のピンポイントのデータはありませんでしたが2008年のリーマンショックもマイナス34.3で2020年のコロナショックの時でもマイナス78まで下落しました今回はリーマンショックのマイナス34.3をはるかに下回ってマイナス43.7にまで低下してしまいましたので企業利益が今後大幅に減少していくことが予想されます今理解しないといけないいいとけ のは2023年がどうだったかとかではなく2024年のこれからどうなるのかですそしてこのこれからどうなるのかに関しては誰も何も織り込んでいません投資家はもちろんのこと FRB でも金融トップもエコノミストも 誰も織り込めていない数値が今回出てしまったんです。新規受注は38ポイント以上下落してマイナス49.4となり、2020年4月以来の低水準となった一方、出荷は8月以来の大幅な減少となった。現在の雇用指数は縮小域の中で減速を示した。昨日の動画でもお話した通り、今経営者側は従業員をキープしておきたいんです。コロナショックで多くの従業員を解雇して、量的緩和でまたブームが来て再雇用して教育して、多額のコストをかけ 今は従業員を手放したくないんですそれでもさすがにここまでの経済悪化を誰も予想だにしていませんでしたこのチャンネルではひたすら経済崩壊のリスクを語っていましたが他の YouTube もそのうち追従して経済崩壊のリスクを解説してくることになりますここまで言ってきたように世界経済の中で需要が消滅しているんです需要がなくなれば新規受注も減少するに決まっていると申し上げてきましたがこの新規受注がマイナス49.4にまで低下しているんですただ単に低下した んじゃないんです。1年の始まりの重要なタイミングで38ポイント以上も一気に急激に悪化したんです。新規受注が悪化したということは仕事がなくなっているということで今後状況はさらに悪化することになるんです。このチャートをご覧くださいこれは青が先ほどのニューヨーク連銀の景気指数の中の新規受注で左軸、赤は失業保険新規申請件数、つまり新たに失業した人で右軸で対数表示にて表しています先ほども申し上げたようにニューヨーク連銀のデータはフィラフィラレンの デデデーーーータタタと違って2000 2008年年ののののの IT バブル崩壊時のデータがありませんので2008年のリーマンーショックのデータをご確認ください。この時新規受注が大幅に減少した時何が起きたのかというと失業者数が急増したんです2020年のコロナショックの時も同じような現象が起きましたがこの時はすぐに量的緩和を実行したので急回復し失業者数もこの程度で済みました問題は今この新規受注がここまで減少してしまったら仕事がないんだから従業員を雇っている場合,合じゃないということでその そのうちリストラが始まるということを示しています。でも新規受注がなくても受注残があれば従業員をもう少し確保しておけるんじゃないのと思うかもしれませんがこのチャートをご覧ください。これは青が新規受注ではなくニューヨークレンギの受注残指数を左軸赤は先ほどと同様に新規の失業者数を右軸で対数表示にて表しています。これも2008年の時のように受注残が大きく下落すると失業者数が増えていることがわかりますが今の受注残はというともうすでにリーマンショックの 時と同程度までで悪化しているんですつまり、いつ失業者数が増えてもおかしくはないということを示しています。ここまでのデータを見た上で、それでもここから上昇相場が来るのでしょうか皆さんのご意見をコメント欄にてお待ちしております。本日の動画はここまで。動画の最後にお知らせですが、たった3分で2000円を入手する方法を解説します。その方法は概要欄のリンクから小槌に無料の会員登録するだけです。これで2000円の Amazon ギフト券を入手できます。めんどくさい電話などは一切かか ちなみにこの小槌は不動産投資のクラウドファンディングというサービスで収益性の良い投資物件って大体数億円とかしますがここではクラウドファンディングでみんなで投資して1万円から参加できるクラウドファンディングです無料の会員登録をしても興味がなければそのまま放置でも結構ですがご自身のポートフォリオに数でも不動産投資枠を追加してみてはいかがでしょうかそしてたった3分の会員登録作業で2000円がもらえますのでぜひもらえるものはもらってくださいそして話は ありますがトレーディングビューの有料版を無料で使う方法もお話ししますそれは line fx に登録するだけですここも3分で簡易登録できますので fx しているけどチャート分析とかで高機能のトレーディングビューの有料版を無料で使いたいという方は概要欄にリンクがありますのでぜひ line fx を登録してみてはいかがでしょうか最後に普段から申し上げていた特別限定動画ですがやっと完成しました2024年からの米国を中心とした世界経済についてしっかり定量的に解説して います特に米国株に10年間20年間投資しておけば誰でも儲かるんだと未だに思っている方この内容を見れば脳内がぶっ飛ばされることになると思います是非概要欄のリンクからウェブル証券の口座解説と少額で結構ですので取引をしていただければ特別限定動画が見られますこの内容は米国株に投資している方にとっては非常に重要な動画となっていますので是非ご視聴いただければと思います本日の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございます